どうもお疲れ様です。山本太郎さんのね、演説もかなり参考になるんですけども、まあ通常こう人とコミュニケーションを取っていて、自分の考えと合わない意見が出てきたらね、怒り出す人っているんですよね。世界中の人が自分と同じ考えだと思ってるんですかね。それからまた自分の考えっていうのは一生通じて変わらないものだと思ってるんでしょうかね。だからちょっと気の毒だなっていうかね、まあ開いた口が塞がらないような状態にはなるんですけども、でも大抵がそうなんですよね。なんか自分が思ってることと別の意見とか別の考え方をこう話されると、なんだか知んないけどね、自分の主張が正しいことを信じたいがために人の考えをね、否定にかかるとかね、まあしまいにはね、大声で怒鳴り出すというね、およそ知性とは離れた行動になるわけですけども、まあそれが普通の人だと思いますんで、まあ、仕方がないですよね、まあよくね、巨人ファン、阪神ファン、カープファンなんて言いますけども、自分の応援してるチームを、まあ、擁護したいがゆえに口汚く人の人格にまで分け入ってこう罵ってくるというね、あ、だから広島人はダメなんだよみたいなね、こう主語をどんどん大きくしていくっていう言い方になりますけども、一個人の考えが自分と違うからといって、その個人につながる背景まで全部ダメ人間にするというね、まあおよそ知性とは離れたような考え方だなと思いますし、いやでもね、まあ人と何か関わっていてね、本当になんかしょうもないなと思うのが、まあそういう習慣が繰り返されることなんですけども、まあけど逆にその山本太郎さんは自分と真っ向違う意見に対しても公開の場でね、撮影しながらきちんとね対応するんですよね。そしてある一点において意見が違っても、それは人それぞれの考えたので仕方がないと。で、他に何か共通点が見出せないでしょうかというようなね、まあそういうふうなね、あくまでも謙虚な考え方なんですよね。まあ例えば山本太郎は嫌い、令和新選組は嫌い、でも消費税減税はやってほしいなっていうことだったら、そこについては協力できるでしょってことなんですよね。まあ五越同宗って言葉がありますけども、通常は敵対している人でもね、同じ目的のためには手を握ることができる、もしくは強大な問題や敵が現れた時に一時期敵同士と手を組んでね、さらに強大な敵ですとか問題に向かって、まあ協力していくっていうところですかね、だからこれがあれば、まあ人はもうちょっと賢くなれるのかなと思うんですよね。お前なんかと手組めるかいみたいなことになっちゃうと、今度はね、対立構造が三分割になっちゃうんですよね。三つどもえみたいな感じですけども。で、大体、敵対する勢力が三つあった場合、どこの二つが手を組んで、どこの一つが孤立するかっていうところがね、まあ、非常に大きな問題になっていくわけなんですけどね。まあ私もだいぶ話が大きくなりましたけども、山本太郎さんをはじめする賢い人っていうのは違った意見も取り込んで、あわよくばね、自分の意見を変えていくきっかけをつかもうとしてくれるんですよね。まあそういった方はかなり、懐が広く度量が大きくて、まあ多くの味方をつけてくれる、もしくは敵を味方にする、まあそういうふうなね、能力に長けているのかなと思いますけども、あくまでも敵対したくて仕掛けてくる方とか、過去の自分の過ちをね、認めたくない上に、無理やりな論法をかざしてくる人もいたりとかね、まあそういうのがあるわけですけども、大体世の中でいう論破っていうのは、話を混乱させて、わけが分かんなくして、そして恥をかかして黙らせるっていう作戦なんでね、大体このワンパターンなんですよ。まあ今回ね、コメント欄の話しましたけども、なんですかね、セルショーの動画出してるんですけども、コメント欄でね、ダサいとか書いてくるわけなんですよね。そう感じる人がいるのも仕方がないよねって形なんですけども、いや一体ダサいのはどれなんだろうかと、アルミホイールを作ったその会社がダサいのか、19インチのタイヤがダサいのかね、セルショーそのものがダサいのか、いや組み合わせがダサいのか、まあ私の場合は自分のセルショーを自分で組んだわけじゃなくて、前のオーナーさんがやったわけなんで、その人がダサいのかなと思いますけどね。まあ、もしくはね、まあ、自分には憧れる車のスタイルがあって、それとは違うから自分の考え以外をこうダサいというね、
曖昧な言葉でちょっとこう傷つけてみようかなっていうね意図なのかなと思いますけども、ああこの人は言葉をあんまり知らないんだなとちょっと残念な気持ちにはなりますよね、うん、まあ大体ねその人を否定する時でも賢い言葉を使えない人はもうかなりね散見されるわけですよね。まあその時点でそっちの方に興味が私の場合移ってしまって、新しいこの人ボキャブラリー出ないのかなと思ったら全然出ないんだよね。ずっと同じことの繰り返しになってしまうんで、ああこれはこの人はかなり自分の表現をするのに苦労してるんだろうなと思うわけですよね、まあ、世の中にはたくさんの言葉やフレーズ、慣用句あるわけですけども、知らなければ表現がねたった1個になってしまいますから、ね、たった1個の表現でいろんなことを表現しようと思うから、ああつまらないなこのコミュニケーションって思ってしまうんですが、そこはね展開力っていうのがこっちありますからね、同じ言葉でもこういった意味で言ってるんじゃないだろうかっていうふうに無数にこう解釈していくと勝手に楽しめるというねことがありますね。ずっと同じ表現なんだけども、こちらで勝手にこう解釈を広げてね、補完してあげて、こういうこと言ってるんでしょうっていうふうにやるとね、そうそうそれそれみたいな感じで逆になんか喜ばれてしまうみたいなこともありますけど、まああのコメント欄っていうのはね、あの見ようが見まいが自由ですし、それからコメントを書いた人っていうのはわざわざ悪口をね労力をかけて書いてくるわけですから、そこに対してね、うん、なんかこうお疲れ様って感じですかね、うん、まああの悪口を書くのも結構根性いりますからね、特に匿名で隠れて書きたい人っていうのはまあそういう根性ですから、まあ、叶わないわけがないというねことでございます。まあ、勝負をしてるわけではないんですけども、まあでもいつも参考になるのは違った意見とどう融和していくかっていうこと、これが上手な人っているわけですよね。まあ、ともすればね、自分の人格をそうやって伝えることによって、まあ、相手のね本心にたどり着くっていう、まあ、そういう手法ですか。まあ、山本太郎さんの演説ではそういうのがねよくよく出てますよね、うん、まあすごい人格者なんじゃないですか、うん、それから表現もかなり豊かです。さすが若い頃から役者として生き残ってきた人だと思いますよ、うん、やっぱこう表現力豊かでね、どのような、うん、こう演出をすれば人の気持ちが右に動くのか左に動くのか小さくなるのか大きくなるのか上手に操ってますよね。まあ、そういったコミュニケーション能力が本来人には最低限備わっていればいいんですけども、ほとんどの人が表現力がないということで気の毒な暮らしが続くのかなと思います。まあそんなことを言いながらも今日も行ってみましょうか。1月5日2時35分でございます。いってらっしゃい。